さあ今日の家族ご飯はこちらでございます。さあ今日はね、まずお出汁から、ね、新徳そばのつゆにちょっと砂糖入れただけの鍋つゆです。おおどうした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 の、転げ落ちたんだ。相当いった
ちょっとしたハプニング、うん、ハプニングでしたね。新徳そばのつゆに砂糖をちょ砂糖と酒をちょっと入れただけの、ね、鍋つゆでございます、ね、出汁はここから出る野菜の出汁はね、ネギとか鶏とか豚から出るからどんどん美味しくなってる、ねえ、ねえ、シンプルな味がねえ、うどんと塩炊き、そしてベーナスのね、もうベーナスがすごいよ、もうと食って食って食いまくんないとやばい、ナスって保存効くんかな、浅漬け、ネギはちょっと入ってますで、カナダ産の豚バラに、鶏とロース、これとんかつの集まり、集まりじゃねえ、とんかつ余りですね、そしてお野菜、水菜に椎茸、白菜、人参がない、白菜、椎茸、人参ない、豆腐、水菜、長ネギに、えのきだ、まあ、オーソドックスですね。さあ、これをね、今日はね、めんつゆ鍋、新徳そばのめんつゆ鍋でございます。美味しいと思う？美味しいだろう？うん。それでは早速、いただいてまいりましょう。大丈夫？かかってないの？危ないのかと。うわあ！うわあ！うわあ！